植物にも感情がある。どうも、一斉です。今日はですね、レオンの観葉植物、ニティドゥムカーティシーなんですけど、増殖をさせたんですよ。まあこれなんですけどね、半年以上前だと思うんですけど、去年の多分9月とかそのあたりかな、母からねカットした下の部分ですね、根っこがついた部分を送ってもらったんですけど、それをね増殖して約半年なんですけど、すごいね時間が経ってるのに全然ね芽がタケノコが出てこないんですよ。これはね時間かかりすぎだなと思って、まだ中見てないんですけどね、ちょっと皆さんと一緒にね見てみようかと思います。はい、一斉の動画。いやちょっと時間かかりすぎですよね。もう死んじゃってるのかな。結構ショックだな、死んでると。よし、ちょっとね見てみましょう。こっちか。めちゃめちゃ怖いな。やっぱ死んでんのかな。半年ってだって相当ですよね。全然気配ないですもんね。全然ね芽が出てくる気配がないんで、そんなのあるって感じですよね。僕今までねあんまり増殖で失敗したことってないんですけど、なんでだろう。あーなんか、どうなってんだろう。あ、いや死んでないな。これ多分死んでないと思う。なんか緑色な気がするもん。え、あ生きてるわ。多分生きてますね。え、なんで芽が出てこないんだろう。え、あ、あ、ちょっと待って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 、タケノコ出てきてるわ。お、すげえ。なんでこんな時間かかってんだろう。ちょっと待ってくださいね。多分タケノコ出てきてますね。あ、すごいすごいすごい、出てきてる出てきてる。ちょっと待ってくださいね。もう今タケノコ見れると思うんで、これそうなんですよ。これわかりますかね。これがそうなんですよ。タケノコちゃんと伸びてきてます。まだ水苔の中にいたんで、点芽の部分っていうかタケノコの一番てっぺんの部分がね白色なんですけど、これ多分出てきて緑色になると思います。めちゃくちゃ時間かかってるな。こんなにカーティシーってやっぱ時間かかるんですね。でもね、すっごい元気なタケノコがニョキッと出てきてます。一斉の動画。いやー、ね、このカーティシーって葉っぱのね質とかも後から入ってきたやつと全然違うんですよ。こう後からこう輸入されて入ってきてる株って結構ねすごい葉っぱにツヤがあったりとか、ちょっとこう薄かったりとか。この子って昔から日本にあったわけじゃないんですけど、昔から日本でね出回ってたこの増殖株なんですよね。っていうかね、昔はこのカーティシーの増殖された株しか多分ね本当に昔ですよ、出回ってなかったんですよ。10年以上前ですけど、本当にねヤフオクにもう年にねもう3株とか4株、まあ多くても5株か6株くらいしか出回ってなくて、カーティシーっていうかもうアグラホネマ自体がそんな感じだったんですよ。今はねもう本当にピクタムの人気で、もうアグラホネマってヤフオクで検索したらピクタムめちゃくちゃ出てきますけど、ピクタムなんて全然ヤフオクで出回ってなかったし、カーティシーが年間にこの子の増殖株が出回るくらいだったんですよね。まあ、今はもうカーティシーっていうのはタイとかいろんなインドネシアとかもそうなのかな、後から輸入された株がめちゃくちゃ出回ってるんですけど、そんな感じなんですけど、まあちょっとね元気にこうタケノコが出てきてくれててめちゃくちゃ嬉しいです。はい、戻しとこう。あとどのくらいでこれあれなんですかね、上にっていうんですか、ちゃんと上に顔を出してきてくれるのかな。暖かくならないと出てこないってことなのかね、この感じだとね。いやびっくりだな。いや本当に時間かかるんだな。僕もなんかこの感じだと死んじゃったのかって思いましたもんね。時間本当にかかりすぎだよ。半年以上経ってるしね。あーでもよかった、元気で。よし、これで戻しとこう。一斉の動画。はい、じゃあね一応これもねカーティシーなんですよね。これもカットして用土に植えた子ですね。多分あっちの子が大丈夫だったらこっちの子も大丈夫なはずなんですけど、この子もね全然芽出てきてないんで、ちょっと一応チェックしようかなと思います。よし、じゃあちょっと見ていきますか。多分こっちの子もさっきの子が大丈夫なんだったら大丈夫だと思うんだけどな。こっちだけ死んでるとかある？そんなことないと思うんですけどね。でもやっぱり心配は心配なんで、こっちあれだな、鉢底石入れてるな。ってことはこんな感じでいない。あ、いるわ。え、こっちは死ん、え、生きてるよね。死んでないとは思うんだけど、なんかこっちはね多分ね根に近い部分だったというか、だから緑色ではないんですけど、あ、出てきてるわ。いやこれもう動かさない方がいいと思うんだよ。あ、出てきてる出てきてる。ちょっと待って、この子も出てきてるわ。これそうですね、ちゃんとタケノコ出てきてます。いやよかった。やっぱりねこっちの子も死ぬわけないんだよなと思ってたんですよ。うん、なんでしっかりねここにタケノコが出てきてます。いやよかった、大丈夫だったわ。本当に全然出てこないからめちゃくちゃ心配だったんですけど、大丈夫なんで土戻します。よし、一斉の動画。
はい、そんな感じでですね、無事カーティシーの方ね、タケノコがまだ土の中とかですけどニョキッと出てきてくれてました。いやーでもほんとよかった。ちょっとあまりにもね時間がかかってるんで、もう死んじゃったのかなって本当に思ってたんですよ。で動画で撮りながら、うわ死んじゃったみたいな、中でもう干からびてかりんとうみたいになっちゃってましたみたいな、そういう動画になるのかなって中見る前は本当に思ってたんですよ。だけどまあね、ご覧の通り本当にしっかりね、めちゃめちゃ可愛いタケノコが伸びてきてくれてたんで、これね4月の段階であれなんで、多分夏頃とかには葉っぱがね開いてると思うんで、そしたらねちゃんとちょっと動画にねしようと思います。はい、そんな感じで僕ですね、普段からこんな感じで植物関係の動画たくさんアップしてるんで、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。